1>, 1月14日にアセットから発売された別冊百科デズニートレインを毎号制作していきたいと思います。この動画は制作準備編ですので、1号からの制作にあたっては制作編をご覧になってください。このモデルはカリフォルニアリゾートにあるディズニーランド鉄道第1号をモデルに制作されています。 ウォルトディズニーの父は鉄道員ということもあって、機関車は彼にとって小さい頃からの夢だったようです。このモデルは1 18分の1スケールで、淡水車を含めると全長90センチになります。写真をよく見ると金属パーツが多く使用されており、しかも綺麗に塗装されているので、 誰でも失敗なく綺麗に完成させられるでしょう。そこで私は思うのですが、一人で制作するのはもちろんですが、お父さん、お母さん、おじいちゃんと子供など、みんなで作ったらどうでしょうか。えー、迷子をくるパーツの一号分は、組み立てにそれほど時間はかからないと思うので、簡単なところはお母さんと子供で、 難しいところや面倒な部分はお父さんをうまくお立てて制作したらいかがでしょうか。だんだん形になっていくのを楽しみながら、親子のコミュニケーションツールとしてもいいと思います。それと、全焼灯が点灯したり、煙突から煙が出たり、何と言っても車輪が動くといったギミックがいろいろ用意されているので、みんなで楽しめると思います。 このシリーズは120号で完成ということで、実に2年以上にわたって制作することになるわけですが、最初から一気に作るということではなく、迷子を送るパーツを少しずつ作るということで、かえって集中して丁寧に作れるんじゃないでしょうか。制作にあたっては、写真や図解で丁寧に紹介されていますから、根気よく、 焦らず作業していけば必ず綺麗に完成させることができると思いますので少しずつ形になっていくのを楽しみながら頑張って作っていきましょう定期購読を申し込むとミッキーマウスとグーフィーのフィギュアとメタルプレートがプレゼントされますそれに毎号定期的に送られてくるので面倒がなくていいです 制作する楽しみだけでなく、迷子のようにディズニーや世界の機関車、鉄道の旅といった話題が満載されていますので、それも楽しみの一つではないでしょうか。迷子、各パーツはこのように送られてきます。 また、冊子の部分は切り離して定期的に送られてくる専用バインダーにまとめておくことができます。パッケージを開けると、こんな感じで各パーツが分かりやすく入って送られてきます。このシリーズはそれほど大きな道具も必要とせず、簡単なようなので、 今回はお母さんと子供に挑戦してもらうことにします。それでは制作に入る前に必要と思われる道具や材料をまず紹介したいと思います。最近模型専門店が少なくなってしまったので、ホームセンターでもいいですが、ヨドバシカメラやビッグカメラのおもちゃ売り場へ行くと模型コーナーがありますので、 そこでは必要な道具や材料を一通り揃えられると思います。まずドライバーですが、使用されているネジの大きさに合わせて、先の細いもの、少し太いものを用意するといいです。もちろん日用大工用のセットになっているものでもいいですが、シャフトの長さが短いので、作業しにくい時があるかもしれません。 このシリーズで使用するネジは小さなものが多いのでマグネットになっているものが便利です。もしマグネットになっていなかったらシャフト部分に磁石をつけて作業するといいでしょう。ピンセットもぜひ用意した方がいいと思います。あまり大きなものではなく 材質が柔らかなものの方が小さなワッシャーやビスをつかみやすいと思います。あと、ハサミやラジオペンチなども小型のものがあると便利だと思います。次に接着剤ですが、いろいろなものがあります。大きく分けて粘度の高いゴム系や万能型の接着剤と瞬間接着剤があります。 チューブ入りの接着剤は少量つけるときは厚紙などに出して用紙の先につけて作業するとはみ出さずにきれいに仕上げることができます。瞬間接着剤は名前の通りすぐに固まってしまうのと粘度が低いため垂れやすいので注意しましょう。意外と便利なのが刷毛付きのもので少量をつけたり奥まったところに使用するときに便利で 私はよく使用しています。これは中粘度タイプの接着剤で隙間に流し込んで接着したい時に使用します。細いノズルに交換できるようになっているものもあって、綺麗に作業できます。このようなゼリータイプもあります。多少凹凸のあるような箇所に使うといいです。 以上、いろいろなタイプがありますが、それぞれの接着箇所に使い分けるといいのですが、それは実際の制作工程で紹介していきたいと思います。まだどのように組み上げていくのか詳細はわかりませんが、完成の写真を見ると、ネジがあまり見えないということは接着剤を多用するのかもしれません。また、組み立てたものや余ったネジなどなくさないように、 工具入れなどを用意しておくといいと思います。一応ここまでは制作準備編ということで、制作にあたっては次の制作編をご覧になってください。